君は棟梁って呼ばれてた人だな。俺は本当に同志なんだ。信じてもらえないかもだけど。本物か偽物かなんて関係ない。何者かの加護領域を感じます。何だって。これはサポートお願い。頑張りましょう。こいつ同志級の霊能力を持っているのか。ですがこの人は私たちが見えていませんわ。おしゃべりはここまでね。この子強いわ。わかってる。燃ゆる攻撃。焼き捨ててる。演武メッセージ。クレイさん一瞬強く待ってください。強い。杖逃げた方がいい。焼き切る。じゃあ軽い。何でこちら。電気解放。はっ。サポートお願い。ボタンブレーキ。頑張りましょう。頑張りましょう。今のは聞いた。サポートお願い。かまい。頑張りましょう。終われない。我が火はシャッカ。水神攻撃力が高い。防御を受け取るな。何で。じゃあ何で。こちら。生き残るのが優先だ。あれ追ってこない。どうやらあれは腰入れしたのではないようですわ。その証拠にあの人に反動が出てしまっている。あれはデゼルさん。知っているのか、ライラ。流浪を好み、最強と謳われた傭兵団を気に入って、共に旅をしていたと聞いていますが、どうして暗殺者に。その傭兵団に何かあったのかしらね。訳があるんだな。暗殺者と共にいなければならない何かが。それにしても、暗殺者と共にいて、兵馬になってないなんて。あの暗殺者が汚れを生んでないんだ。まさか。純粋で清らかな心を持つ人は汚れを生まない。あの暗殺者はスレイさんと同じなのですね。暗殺者が純粋で清らかだって、そんなことってあるのか。見た通りよ、スレイ。本物か偽物かなんて関係ないか。ライラ、これが君の言う同志の宿命なんだね。そう。人間はあなたの気持ちなんて考えもしない。でも仕方ないのよ。それが人間なんだから。はい。これだけは耐えるしかありません。タフなのが取り柄でよかったな、スレイ。まったくだ。やっぱり協力してもらえないのかい。同志は天族を司り操るものでしょ。好きにすればいいわ。そんなの嫌だ。道具扱いじゃないか。エドナが嫌なら別の方法を考えるよ。どうしても女の子からやらせてって言わせたいのね。じゃあスレイさん、汚れますよ。変なやつだと分かっていたつもりだったが。何なのその使い古された反応。もういい。最初から手伝うつもりだったわ。はぁ、お礼は。ありがとうございます。おお、お戻りか、スレイ殿。様子はどんな感じなんですか。橋復旧の目処は全く立ちませんわい。
ネイフトさん、俺が橋を復旧できるようにします。復旧できるようにじゃと？スレイ殿、一体何を？ともかくアリーシャ殿下を呼んでこよう。しばし待っていてくだされ。お待ちください。今すぐやるつもりなんですの？うん、早く安心させてあげたいし。ですが、人知を超えた力を示したあなたを人間がどう思うのか分かってる？分かってるつもりだ。そう、化け物扱いされて傷つかない人間はいないと思ってたわ。僕は止めるつもりはないけど、二人が誰のために言ってくれてるかよく考えてから決めるんだね。うん。人々に忌み嫌われることが原因であなた自身が汚れを生むことになりかねないのですよ。本当にいいのね？そんなに心配しないで、俺は大丈夫だから。そうか、わかりましたわ。もう止めません。今のうちから慣れなきゃね。力を使うのにも、人のキーの目にも。あなた本当にバカね。さてと、じゃあやるぞ。これは、なんということじゃ。なんだよ、今の。人間技じゃないぞ。これで橋の再建できますか？もちろんじゃ。なあ、皆の衆。ネイフト殿、橋の復旧はお任せしてもよろしいか？うん、熟練した職人ばかりじゃ。あっという間に完成させてみせますぞ。それ、作業に取り掛かってくれ。おう。同志殿。同志殿、なんとお礼を言っていいか。お礼なんていいよ。いや、言わせてくれ。ありがとう。分かってくれる人もいる。え？ネイフトさん、薬をもらえますか？俺たちこのままマーリンドに向かいます。ちょっとでも早く届けた方がいいでしょ。お願いしてもよいかの？うん、ありがたい。よろしく頼みます。スレイ、私も一緒に川を渡れるだろうか？うん、
アリーシャだけなら大丈夫。契約もしたからね。頼んだぞ。調子で行こう。ここは確か転移見聞録に天族を祀る祠かな。ええ、かつては器だったようですね。かつてはか、昔はこんな祠があちこちにあって加護が広がっていたんだろうね。そうですね、祈りを捧げる人も大勢いました。少ないかもだけど今も祈る人はいるよ。ほら、江戸野の山の祠、あそこにも花が添えられて。あれは私よ。え？あの祠はお墓代わりだもん。お兄ちゃんが食い殺した人間たちのね。でもそれは同情はいらない。悪いのは人間たちだし、ドラゴンの噂を聞いて面白半分で来るからああなったの。古代語で書かれた石碑が見えたぞ。
できたよ。ライライよろしく。いつよケチラシャンガルケチラシャンガルとうわぁどこちゃんたちあるなぁ。あいつよこの人だ。これくらいなんてことないよ。私の準備はできている。石碑はまだ見てないかも。これは疫病のせいか。ミクリオ様、犬が苦手なんですね。それほどでも。心臓がドクドクしちゃうだけですのよ。ちょっと。華麗ですね、エドナさん。あなたの大人の余裕は私も見習うわ。街の中にこんな氷魔が。当然だよ、こんなに汚れが溢れてたら。しかも今の犬氷魔じゃない。はい、氷魔ハウンドドッグ、病原体が氷魔化したものですの。疫病そのものってことか。とにかく聖堂へ薬を届けないと。